皆様こんにちは、口笛吹きのギマタクミです。今回はですね、告知というか宣伝なんですけど、ご存知の方もいらっしゃるかもしれません。5月30日から6月2日まで第46回口笛世界大会2024が開催されます。でちょっと説明すると、場所は神奈川県の川崎市男女共同参画センターというところで、2022年に僕が出場したのと同じ会場になります。で、まあ、4日間あって、初日の5月30日は口笛シンポジウムっていうのとオープニングコンサートがあります。この日はコンクールではないんですけど、このシンポジウムでは口笛のこのいろんな可能性とか、こう表現方法とか歴史とか、そういうのをこうすごい解説してもらったり、こういろんな角度から口笛のことを知ることができる、すごい有意義な、はい、機会になると思います。そしてオープニングコンサートは、いろんな口笛奏者が、もうとにかく素晴らしい演奏を披露してくれると思います。こういう感じですね。はい、で、2日目から最終日まではもうがっつり、コンクールみたいなね、感じだと思うんですけど、この6月2日の最終日にこのエキシビジョン演奏っていうのがあるんですね。でこれ何かっていうと、まあもうみんなの演奏が終わって、その審査してる間ってちょっと時間あるじゃないですか。はい、でその間にこう、なんでしょう、その間にちょっとこう何もやることないんで、なんか演奏するみたいなね、まあ、そんな感じですかね。はい、でそのエキシビジョン演奏に僕、ゲストとして、出させてもらうんですね。なので、時間的にはまだ確定ではないんですけど、まあ、大体おそらく6時過ぎぐらいになると思うんですけど、15分ぐらい演奏させてもらいます。で僕ともう一人キャロル、アン・カウフマンというね、方が、この方も、演奏されます。はい、ということでね、もうコンクールをねこう見に来る来たり、このオープニングコンサートシンポジウムとか、もうねどれ見ても多分すごく刺激になると思うんでですね、ぜひお越しいただきたいなと思います。でね、よかったらその6月2日の僕の、エキシビジョン演奏とかもね、興味があったらぜひお越しいただければ嬉しいなと思います。なかなかね、こうやって関東で演奏する機会ってたまにしかないんで、この機会にね、このいつも YouTube ご覧になってるね、この方々とお会いできたらすごく嬉しいなと思います。はい。なので、説明欄にね、この大会の URL 貼っておくので、もう詳しくはそこをぜひご覧いただいてですね。まあ、とにかく、コンクール自体はね、もう無料で、僕の演奏も、無料で見ていただけるのでですね。はい、もうお気軽にとりあえずお越しいただければ嬉しいなって思います。はい、ということで今回は以上です。ありがとうございます。